爆竜とは架空戦機、紺碧の艦隊に登場する架空の爆撃機である。本校では派生型である、爆竜改め、後継機であるサメ竜についても扱う。本機は敵国の重要施設をピンポイント攻撃する艦上爆撃機であり、端的に言えば爆弾層と増層がひとまとめになって無人特攻機となっている。このため連結状態では、 服用機に見えてしまうがこれにより、カナード効果を得ることができ、迎撃をかわしてしまうことも可能となった。航空母艦での離着艦は不可能であるため、作戦終了後は、味方基地に降りることがなければ、不時着水して乗員だけ拾う使い捨てである。後世寺氏は十七年四月十八日、新栄町重爆 b 三0による帝都空襲作戦が行われたことは、 初期配備段階だった曲線、青い雷変態を用いて前期撃墜した戦火以上に軍上層部に衝撃をもたらした。それは日本のみならず、米国も技術進歩のペースが前世より早かったことを思い知らされたためである。事態を重く見た大本営やコンペ機会は開発段階である空中戦艦富士が時局に間に合わない可能性があると判断。 それに代わる、米西域内最重要拠点への特攻爆撃機構想を立案することとなった。すでに路角した米戦艦軍を実験的改造艦にする構想が上がっており、コンペ機会での全世選手研究や戦術闘技の結果、全世無用の長物で終わってしまった航空戦艦、航空巡洋艦構想をもとに全世米国が帝都空襲で用いた 足の長い陸軍重爆機での奇襲や対戦末の一式立候などによる豪華運搬特攻作戦を合わせたような大型誘導弾を抱いた重爆を艦載し敵心臓部を叩く特務航空母艦構想が生まれたものと思われる。爆竜の爆撃飛行弾を流用回収して大型フロートを装備。 後部戦海獣座を廃して、KMX も取り付け水蒸気化した、現地回収型の対戦哨戒機。攻撃艦隊に対する独占の、軍狼戦術により爆竜搭載艦が減ってしまったため、運用艦をなくした、機体2機を回収して、暫定運用していた。原作では登場せず、コミック OVA のみである。諸言武装、昭和18年11月。 高杉艦隊、攻撃艦隊連動による一大洋道作戦、現月作戦において、日本海軍の北米西岸地域への大攻勢による米軍指揮系統混乱の感激をつき、米ロスアラモス原爆研究所を発起からなる爆竜編隊で強襲、見事破壊に成功し、米原爆開発に深刻なダメージを与えた。この直後、 米大統領ヘンリー・ルーズベルトはストレスによる脳一血により死亡している。本来、この作戦は空中戦艦富士をもっての奇襲作戦となるはずであったが、エンジンの問題などで完成が遅れたため、軍令部が知恵を絞って、現月作戦を立案、完成が間に合った本機が主任部を受け持つこととなった。自長のせいもあり、奇襲機としては鈍速なため、分離式の 爆撃飛行団は、後に、分式誘導型の五トン爆弾に改められたものの、機体損号が相次ぎ、寺氏は22年秋のバスラコ港攻撃作戦において2機撃墜、2機海没となり3かすべてを失った。対戦障害推定として回収された、爆流改め2機は、攻撃艦隊自衛用に運用されたが、対戦攻撃能力がなく、回収によって自長が増えてしまい速度も、 低下してしまったため、あまり役に立ったとは言えなかった。爆竜の後継機として開発された特殊、噴出機周期。ベイリランド型の格納庫に収容するため主翼を、可変翼にしているのが特徴。コミック版での機体形状は、旧ソレンツポレフ設計局で開発された、超音速爆撃機、ツマイナス22に、つマイナス 22M 風の可変翼に置き換えたような形状で、 機種誘導弾主席を全成陸爆気風に書き換えたものである。そのためか特徴的な背負い式配置エンジンを取っているが、機体全長はその半分余りでしかなく、全長や自長はむしろ OVA 版が参考にした F-111 に近い。テラシは23年のドイツインド攻略軍相手の構え立ち作戦において、 アラビア海カチャール半島沖より、攻撃艦隊から発進したサメリュー2機は、デリー市郊外に立つ宮殿を接収して設けられた、独軍デリー総司令部併設の通信施設破壊を目指したものの、2番機が、対空砲火に被弾し総司令部に墜落、上院全員が戦死している。作戦目的の通信設備破壊は1番機によって成功し、2番機が墜落した。 司令部にいた、ロンメル元帥は一命を取り留めたものの重傷を負った。ため数日間指揮が取れず、構えいたち作戦は、成功に終わっている。以後の活躍は描かれていない。コミック版では二重半テンペラを機種に持つ、やや無骨な機体形状をしており、友人型旋回銃座を操縦席上型に備えて、いるが、OVA 版では、水霊倒立 V12 エンジン2機をく形配置に、した。 流線型の形状となって、前日のジューザムキャビンからの遠隔操作式になっている。また、ビブキジューザは OVA にはなく、代わりに、下記、爆流改めでは、磁気探知機が収まっている、テールコーンがすでについていた。機体カラーは、コミック版カバーの一般海軍機然とした小緑色から、OVA では、静電改め同様の鮮やかなマリンブルーに変更されている。 爆竜改め原作では、毒誘導と戦隊により、苦境に陥っているとしか触れられなかった、攻撃艦隊の噴戦を描くために急遽設定された機体だが、現地回収機として、うまくまとめられている。機体カラーもコミック版爆竜と同じ、一般海軍機カラーに戻された。旧後らへの機体ゆえ、あまり役に立てなかったのは、コミック OVA とも共通。 OVA 版での外観は F-111 のエンジンを機体から離したものになっていた。また、デリー攻撃の際に双方ともダメージを受けることなく生還している。ありがとうございます。